パリコレモデル、そしてですね、今は茨城に移住して、はい、6年目、はい、120種類くらいの野菜を作って里山ライフを楽しんでる、まやまや芸能人、芸能の脳は農業の脳、よろぴこ、いくやろ、いくやろ、ノリノリでございます。さあ今日はですね、みんなとですね、大クイズを楽しんでいきたいと思いますよ。このですね、野菜クイズにね、参加してくれる、対戦してくれるメンバーをご紹介しましょう。いきますよ、ベリーズ工房清水咲ちゃん、鈴永桃子ちゃん、徳永千奈美ちゃん、須藤真麻ちゃん、夏山みやびちゃん、しますよ。はい、楽しみつつ皆さんとお昼12時からですよね、今ね、一緒に盛り上がっていけたらいいなと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ対戦してくれるのは、続いてスマイルエースのみんなでございます。和田彩香ちゃん、福田香音ちゃん、中西香音ちゃん、最高ですね。よろしくお願いします。はい、一言お願いしますよ。はい、意気込み、スマイルジは結構野菜が苦手な方とか、はい、なんかあんまり自然を感じてない人が多いので、ここで自然を大好きになってもらえたらいいなと思います。そうですか、はい、ハロー里山ライフでね、野菜と親しんでる両国ですか、はい、ちょっと野菜の知識だですか、大丈夫ですか？大丈夫です。やる気はどうだ？やる気はあります。みんな頑張るか？おーよっしゃー。さあ今日はですね、この里山ムーブメントのステージの上で、誰がより野菜について詳しいのか、野菜に対する愛、ラブがあるのか、クイズで競ってもらいますよ。さあじゃあ早速いきますかね。出題者の方がいらっしゃいます。クイズを出題してくれるのはこちらの方です。野菜ソムリエにしてオリーブオイルソムリエの達人、土上あきこさん。土、こんにちは。今日はですね、食の宝庫北海道からやってまいりました。みんなのアイドルの美しさは、やはり味方を、野菜をね、味方にしなきゃということで、美味しい食べ方をなんか紹介したいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やらてきね。はい、そしてですね、解説してくださるのはですね、すべての野菜を科学する農学博士、株式会社リパネスの塚田修平さんでございます。よろしく、塚田さん。皆さんこんにちは。本当に誰だお前って皆さん思ってたんですけど、リバネスの塚田と申します。農学博士ですので、今日クイズの方の解説を担当させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。塚田さんさ、エビ様に似てない？はい、エビ様に似てない？エビ様、エビ様、エビ蔵さん、言われたことない？あ、言われたことない。あ、じゃあ塚田さんでいきますね。じゃあね、このままで頑張っていきたいと思います。まずですね、クイズのルールを説明しますね。ベリーズ工房チーム、そしてスマイルエージチーム、このね、2組でね、対決していただきます。野菜に関するクイズですよ。で、それぞれのクイズで勝ったチームにポイントを差し上げます。で、最終的に獲得したポイントの多かったチームが優勝でございます。で、優勝チームにはなんと美味しい里山の野菜をプレゼント。やったー、ご褒美がありますよ。よろしくですよ、楽しく。はい、では早速いきますね。はい、一つ目のクイズはこちら。じゃんって音がしない。はい、音がし、じゃじゃん、じゃじゃん、野菜サイエンスクイズ。イエーイ。さあまずはですね、ちょっと実験的
なクイズからいきたいと思いますね、はい、各チーム全員で相談してですね、代表者が、ね、答えを書いてくださいよ。では問題、ツッチーが出してくれます。ツッチーです。はい、それではまずは野菜クイズの第1問です。はい、焼きそばを作るときに玉ねぎ入れますよね。はい、うん、この玉ねぎ紫、あ、ごめんなさい、キャッタさあ、もう一回クイズいってみましょうかね。今のはなかったことにしましょう。はい、クイズ第1問イエーイ皆さん、焼きそばを作るときにキャベツを入れますよね。キャベツ、キャベツだよね。このキャベツ、紫のキャベツを使うと一体どうなるでしょうか。麺にある変化が起こります。ある変化、はい、さて一体どうなるでしょうか。ズワリ当ててください。はい、じゃあね、全員で各チーム考えてですね、はい、フリップ1枚に答えを書いてくださいよ。さあ、かわいいですね、フリフリのね。1段、2段、3段のフリフリスカート、かわいい水玉とかね、ストライプとか入っていてね、たまらんですね。おやじになってますよ、まやまや。すいません。向こうチームは、はい、向こう、ヒントはなくてもいいかな。ヒント、あ、なんかバッチリって感じ。ヒントいらないです。ヒントはいらないですよ。もう分かりました。すごいじゃん、みんなさすがでございます ね、 ですね。野菜作ったりしてるからね。じゃあ、かけたかな、どうですか、ま、はい、ま、どうですか、できましたか。あ、はい、はい、はい、それでは答えを見せてください。さあ、ベリーズ、回答をお願いします。玉ねぎの味がするおおどうなんでしょうか、かわいいね。どう、さ、正解なのかどうか分かりませんけど、はい、このチーム、スマイルエッジはどうですか。じゃん、麺が絡まない。どうなんだろう、麺が絡まない、それやったことある。ないです。ない、はい、想像の世界ですね。いいですね。じゃあ、この中に正解があるのか、お願いします、正解を。正解はですね、はい、麺の色が緑になる。あら、ちょっと待って、どうした。いや、あの、うん、私数年前に焼きそばを DVD の企画で作ったんですよ、はい、だから、うん、焼きそばって普通は茶色のイメージじゃないですか、はい、でも緑のお団子みたいになったんですよ、うん、多分それ、うん、この玉ねぎじゃなくて、なんだっけ、あの紫キャベツ入れたからかなって思うと、うん、あ、でも紫キャベツ入れてるんだ。はい、不正解です。入れてない、不正解です。入れてないで紫になった。え、あ、違った、ちょ、勘違いでした。勘違い、でもキャベツのせいにしようとして許してにゃん。はい、じゃあですね、本当にね、色がね、変わるのか実験をして見てみましょう。はい、こちら実験コーナーとなっております。素晴らしい、でも長いですよね、超お金をかけて作ってますこのセット。はい、さあ、サプークッキング、はい、今火が入りました。はい、入りました。え、まだ温まってない、温めとけよみんな忙しいんだから、ライブもあるからね。じゃあ、はい、あの、はい、解説です。はい、解説お願いします。この緑になる理由なんですけれども、はい、これ紫キャベツの色ですね。これアントシアニンって、まあ、ポリフェノールの一種なんですけれども、目に言われてる。これって、あのリトマス試験紙ってあったじゃないですか。はい、あれで、あの、いわゆるペーハーで、なんでしょう、色が変わるんですよ、この紫のですね、うん、で、この麺に使われているですね、出てきちゃいましたけど、はい、あの、乾水っていうのがありまして、はい、これはすごいアルカリ性なんですね。皆さん裏見ると乾水って、あの、中華麺でよく出てくると思うんですが、ラーメンのね、麺によく書いてあるね、うん、あ、こっちからじゃあって。で、その、あの、乾水のアルカリ性で色が変わってしまって、全部緑がついちゃうっていうのが、理由ですね。おー、はい、みんなは